私こう最近気になってるのが、笑いすぎて氷線ってここじゃないですか鼻の小鼻のあたりから出るんじゃないですか普通。私口ここなんかスマイルちゃんって書くときにこういう横の線があるじゃないですか、わかります？わかる？ちょっと書いてみますねこうしてこの横の線わかります？そう、ここにんですね、線が最近ついてきちゃってそう、最近の悩みです。なんかこう笑ってここにね線が行くのわかるんですけど、ほんでここにね、わかる？ここにね線がつくんですよ。これがね最近の悩みですそうなんですよ。これがねなんかいつもメイクしてるので線がねくっきり出ちゃうのがそう悩みなんですよ。なんかエクボでもないんですよね。そうなんか笑いすぎてそうこれになっちゃうんですよ。これですね最近の悩みです悩みです、悩みです。でもね高齢線でもないのがすごくなんか気になって、うん、こうやって最近リラックスしてるときはほぐしてます。こうやってこうやってやってるんですけど、うん、シワになるんです。だからちょっと心配してて、そう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 、だからちょっと笑わないということは難しいんですけど、ちょっとなんか気にしたいなと思ってますそうなんです、これ私の最近の悩みでしたあった方がいいですか？本当ですか？思ったよりすごい綺麗なニコちゃんが描けて綺麗なニコちゃんが描きました、嬉しいな。後であの抽選で1名の方にはい、当たりますのでこちらまでオペレーターを増やして、はい、お待ちしておりますね、倍率高いですかぜひね、10時からは、はい、オペレーター増やしてお待ちしておりますので、ぜひ、はい、お電話いただければなと思います